マーク・バーリーって左ピッチャーの人がいるんですよ、うん、左の、うん、バーリーが一番すごかった、好きだったの。どういうタイプのピッチャーの方なの？とにかく試合が終わるの早い。テンポがいいタイプが好きです。メンボスピード。で、球自体は本当に90マイル、うんうん、90、そんな速くないですよ。それで、あのシカゴでホワイトソックスでもノーヒットノーランしたことあるし、ワールドチャンピオンになったこともあるんですけど、ブルージェイズにいて、だってスピードは本当に速くないよね。全然速くない。コントロールピッチャーだよね。ものすごいコントロールピッチャーで、で彼が太ってるんですよ、うん、ちょっとむっちりしてるんですよ、うん、でだけどトレーニング、あの走るやつがあるじゃないですか、うん、走るやつがあって心拍を上げる練習をするときに彼走るんですよ、走る練習してて、でちょっとリハビリ用のここちょっと軽くして、はいはい、巻くやつね、はい、はい、巻くサウナに入ってるようなやつね、サウナスーツみたいな、サウナスーツ入って、うん、ちょっと汗かいてる、うん、そうそう、あのここから下がね、下入って、うん、ちょっと関節に負担がかからないようにして、はい、ちょっと軽くして、はい、走るやつがあるんですよ。それを毎回してるんですよ。へー、これってリハビリもないのになんでこれしてんだろうと思ってたら、思って聞いたら、マークに、なんでこれが走ってるのか悪いのって、いや俺デブだから膝負担かかるだろうって、だからね、走ったら、だから心拍上げるに一番いいのはこれなんだと。で、なんで心拍が大事なんだって言ったら、俺のペースカーを見てるだろうと。あー、うわーってもうバーン来て、で、まあ、小井さんのテンポを見て、うわーと思って、それで、まあ、8回も投げ切るわけですよ全部、うん、で今のブルペンでピッチャー入った人たちってみんな投げる用意スタートしてから時間はかかってないと思うんですよ、うん、はい、乗って今のから、うん、だから、うん、次はもうちょっと、あーちょっと、あーこうなった、あーこうとかとかやってくると思うんですよ。僕時間はかかって1回投げさせればいいと思うんですよ。時間は、はい、20分しかここにいちゃいません、用意スタートっつったら、その20分の中でたくさん、だまあたくさん、投げ急ぐとかではまだ置いといて、うん、納得いくまで投げるんじゃなくて、ノーノーノー、もう早く早いテンポを早く身につける、で心拍どんどん上がると思うんですよ、投げる人って。メジャーのキャンプはそうですね、時間制なんで、うん、あの何分でもう上がってくれと。はあ、うん、日本とそこはまた全く違う。ちょっと違いますね。ちょっと違います。そのマークがものすごい僕の中ではメジャーの中で衝撃的。100マイル投げるピッチャーいっぱいいるんですよ、うん、それ100マイルもすごい、うん、その中で90マイルでテンポがものすごい、ちょっとぽっちゃりしててもちょっとリハビリのやつでいつも心拍を上げてる、うん、ああいうの 見るとうわやっぱすげえなーと思って。俺はでも彼の印象的なのはピッチャーゴロを弾いて自分で拾って股間から投げてアウトしたやつで、うわーしてこうやってやってた、あれはすごかったですね、あったですね、好プレー出てましたもんね。うわー何してるかなーマジで。してるのかとか、いやーもうね、ブルージェイズの時からあったんで、うん、で彼はねあれが好きな、ハンティングが大好きなの。へぇー、俺らハンティング行くから、おい行くぞって言って、うん、朝何時から3日間ぐらいこもるらしいんですよ。いやだ、そんなゴルフだったらまだいいけどそんなやりたくない、声にこもって、声がこもってみんなでなんかこうなんかあれしながらこうやってやってるらしいんですよ。そんなやれない俺は。川崎さんなんか誰とでもどんな状況でもすごくエンジョイしそうなイメージ、うん、だけど、まあ、やっぱこうかわいそうだから岸田ちゃんとかが、そうそうそう、いやもう、まあ、それはちょっといたやめてくれるかなと俺結構あの嫌だこれは。でもさ、いいピッチャーが好きだっていうことを川崎さんおっしゃってましたけど、それって守備側としてもやっぱりいいんですか、うん、ものすごい守りやすい、ものすごい呼吸が合わせやすい、